ホーム、鳩ヶ谷駅は、埼玉県川口市、大浅里,里にある、埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線の駅である。駅番号は、SR22。島式ホーム一面二線を有する地下駅。保安用にホームドアシステムを装備する。地下1階が、改札街で、地下2階がホーム階となっている。ホームは、国道122号の地下に建設されている。 ステーションカラーは水色。浦和味の方の上下線間に折り返し用の引き上げ線が設けられている。朝ラッシュ時間帯に赤羽岩淵方面から到着する列車の一部は当駅終着となり、この引き上げ線を使用して赤羽岩淵方面へ折り返す。その一方で浦和味の駅が最寄りの埼玉スタジアム2002で J リーグ 浦和レッドダイヤモンズの主催試合やフィファ主催サッカー、国際試合が開催され、多くの乗客が見込まれる場合、埼玉高速鉄道は臨時ダイヤを編成し、試合開始前の時間帯に運行される、当駅始発、終着の一部列車を浦和美園まで延長運転するとともに、試合終了後に運転される、浦和美園発増発臨時列車の一部を、当駅終着としている。 埼玉高速鉄道延伸検討委員会の検討では将来的に埼玉高速鉄道で優等列車の運転を行うことになった場合、当駅にホームを増設して、島式ホーム2面4線、または2面3線とし、環急接続を行うことが提案されている。出入り口は3カ所あり、1番と2番の出入り口は国道に面している。川口市。 鳩ヶ谷駅市民センター直下にある2.3番出入口部の改札口に2番出入口用エレベーターと ATM コーナーが設置されている。改札内には利用客から譲渡された本、鳩ヶ谷文庫が置いてあり、駅員に声をかけると誰でも本を譲渡することができる。コンビニ、ATM、マッサージ店、公衆電話が改札外にある。 2019年度の1日平均乗車人員は1万1990人である。埼玉高速鉄道線の駅では赤羽岩淵駅、東川口駅に次ぐ第3位であり、単独駅では最も多い。開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。国道122号を挟んで駅東側一帯は 日光成街道の鳩ヶ谷宿時代から続く旧市街であり、明治時代や大正時代に建造された建築物も残存し、西側は主に再開発用地である。川口市、鳩ヶ谷地区の主要な行政、公共施設はほぼ本駅周辺に集中している。駅の開業に伴い、マンションなどの大規模建築物の建設が進められ、かつ駅周辺には、 様々な商店も開業した。国道122号を挟んで東側にある。東口ロータリーがある。国道122号を挟んで西側、鳩ヶ谷駅市民センターと駅建物を共有している。西口ロータリーがある。2番出入口と改札口を共有する。国道122号の東側やや北方向、里交差点付近に独立した出入口として存在する。 当駅近くには、鳩ヶ谷駅西口、鳩ヶ谷駅東口停留所のほか、東口ロータリーから県道34号左方に、鳩ヶ谷駅停留所、右方に昭和橋停留所があり、すべて国際工業バス。東口発の、鳩06系統のみ、川口営業所管轄で、その他の路線は、鳩ヶ谷営業所管轄である。川十八、わらび零三系統について、川口駅、 わらび駅方面は西口、JA 前、昭和京停留所から乗降できるが、降車する停留所によっては、運賃が異なる場合がある。鳩ヶ谷公団住宅、荒井宿駅方面は JA 前の停留所のみ乗降、可能。埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線、南鳩ヶ谷駅、鳩ヶ谷駅、荒井宿駅埼玉県統計年間。ありがとうございます。